何この混みよう、やっべ。お疲れ様です。ウッドモラファームの木村 P です。いや今ですね、鬼滅の刃、劇場版無限列車編ですね、調子の4シネマで見終わりました。10月16日金曜日、今日、初日のですね一番最初の回を今見てきました。いやもうねネタバレはしませんけど、感想としてはですね、もう全編クライマックスっていう感じです。もう上がって上がって、最後もう感情が高ぶった時に最後あの感動シーンがね来るわけなんですけど、いやもうね泣きましたよ。もちろん今日平日の朝一にもかかわらずもうほぼ満席、調子4シネマで今だかつてこんなことないんじゃないですかね。で満席でもうほぼそのお客さん僕と同じ感情でしょう。もうあのみんな最後号泣ですよ。めっちゃこうすすり泣く声が聞こえましたね。もうそれぐらいちょっと未だかつてない感動が今押し寄せてきて、勢いでね今イオンのベランダでね撮影してます。まあ内容はね言いませんけど絶対見に行ってください皆さん、最高です。まあ、あとね僕のような無理はしなくていいんですけど、僕はあの2日でね2日間徹夜で、全26話テレビアニメ版見てね知識をぶち込んだんですけど、まあやっぱりアニメを見てねテレビアニメを見てから行った方がより楽しめる作品だなというのは感じました。いやまあそれとですね、今日は調子4シネマ多分始まって以来の、今まで見たことない状況が発生しまして、まあ皆さんねおそらくこれが目的だったと思います。じゃじゃん、こちら、はい、煉獄さんが表紙の、鬼滅の刃、特装版パンフレットですね、はい、こちら1個3000円です。なんかCD とかいろいろ入ってるみたいなんですけど、これと、まあ、あといろんなグッズですね買い求めたお客さんがもう朝一もう9時オープンと同時にですねもう押し寄せて大行列ですよ。こんな状況見たことない今まで。でやっぱり店員さんもねやっぱり初めてのことだったと思うんでもうバッタバッタしてましたね。通常レジグッズのレジ1個なんですけど、もうドリンクコーナーとかもうそっちのレジももうなんだろう、もうグッズ買えますっていうことで開放して全力で販売してましたね。で僕も9時20分から上映のやつを見に行ったんですけど、ちょっと朝遅くなっちゃって9時10分に着いたんですよ。そしたらもう大行列で、まあ、なんとかならとにかく特装版パンフレットだけは手に入れようと思って並んでたらもうめっちゃギリになっちゃって本編が始まると同時に劇場に入った感じでしたね。グッズを買ってであと、それからですね今日はこれも一応手に入れておきました。こちらタンブラーですけどこれ1個1000円なんですけどこれちょっとまだ開封してないんですけど、なんか炭治郎のね柄のなんかこうなんだろうマントみたいなのもこれにつくみたいなんですけどね、はい、これ1個買っときました。多分これも絶対なくなると思うんで。でこれ買う際なんですけどまあ、ドリンクホルダーなんでもちろんここにドリンクをね入れてそのまま飲んでもらってもいいんですけど、もう僕はもらうときに一応なんか店員さんの方から聞かれてこっちのドリンクホルダーにジュース直接入れますかと、じゃあ別にドリンクホルダーに入れなくてもいいんだってことで普通のねカップの方に入れてもらってもうこれは持ち帰り用で綺麗な状態で、はい、こういう風に持ち帰ることができました、はい。まあ、あとですね、今回劇場版ですね見た方、これ先着特典なんですけどこちらねこちらもちゃんとゲットできました。これは、まあ、これはね80ページぐらいの、まあ、コミックというかちょっとした資料コミックも入ってるし、まあ、ちょっとした資料設定みたいなのも軽く入ってる80ページぐらいの冊子なんですけど、これがね劇場に足を運んだ方先着でもらえるということです、はい。あとなんかちょっと可愛いね塗り絵、はい、こちらももらいました、はい。まあね、今日は本当に初日公開の朝一ということだったんですけど、いやなんとかね特装版パンフレットと、まあ、この初回特典の冊子とねあとタンブラー、まあ、これがゲットできたんで、あ僕的にはねいやまずほっとしたっていうのが一つと、あと本編ね本編も最高でした。
いや僕あのなんだろう、まあ、アニメはね、見たんですけど、全部ね見たんですけど、あのコミックの方は全然見てなかったんで、まあ、今回この映画の方もね、あのコミックを読んでる方は多分内容もね知ってる状態で見たと思うんですけど、いや僕はあの全然あのコミック読んでなかったんで、まあ、あの全然ネタ知らない状態で行ったんですけど、いやもう多分その方は逆に感動するんじゃないかな。まあ大体予測はできてたんだけどでもまあ感動したね、よかったはい、まあ、あの映画なんでね、この初回特典とか別にいらないよって方は全然ね、いつでも見に行っていけると思うので、結構あのチケットとか予約とかでもう席が埋まっちゃってる場合がやっぱり劇場ではあるみたいなんですけど、まあ、映画なんでね、初回限定の特典さえ特に、いらないよって方であれば普通にね見ることできると思うんで、日程がね空いた時に映画見に行っていただけたらなと思っております。というわけで、鬼滅の刃無限列車編今日からね公開ですけども、ぜひ劇場へね足を運んで見てみてはいかがでしょうか。非常に良い作品でした。それではウッドモルファームの木村 P でした。それではまた、さよなら。何？チャンネル登録していないだと？なら今すぐ登録だ。